関越式に参加している部隊を紹介します。旭川市に駐屯する第二音楽隊、名寄市に駐屯する第三速攻機動連隊、遠軽町に駐屯する第25通過連隊、関越艦は第40代第2師団長富樫雄一力将です。
準備が整いました。皆様、迫力ある和太鼓の演奏をご覧ください。本日は2曲演奏いたします。曲目は四季打ちおよび山彦です。通過連隊です。期間は連隊長
長佐遠宗武伊藤陸佐です。第25通過連隊は遠軽町のほか、オホーツク海側町村の防衛警備を担う第1県部隊です。続いて更新してまいりましたのは、視力が留萌市、第4中隊が旭川市に駐屯する第26通過連隊です。指揮官は連隊長、高橋誠伊藤陸佐です。第26通過連隊は、留萌市のほか、日本海側町村の防衛警備を担う第1線部隊です。続いて更新してまいりましたのは、上富良野町に駐屯する第2回修正対検査中隊です。指揮官は中隊長本田春也担当陸佐です。第2回修正対検査中隊は、海から上陸してくる船舶や敵の戦車を火力により撃破することを任務としております。ただいま関越台の前を更新しております車両は96式多目的誘導弾システムです。続いて更新してまいりましたのは、旭川市に駐屯する第2交差突破大隊です。指揮官は大隊長小山幸弘二等陸佐です。交差突破部隊は師団の対空戦闘を任務としております。戦闘から指揮官車、幕僚車、対空戦闘指揮統制システム、低空レーザー装置、93式近距離地対空誘導弾、81式短距離地対空誘導弾、87式装甲車機関砲です。続いて更新してまいりましたのは、旭川市に駐屯する第2施設大隊です。指揮官は大隊長土屋中作二等陸佐です。施設下部隊は師団内各部隊の出場、障害処理、許可などの支援を任務としております。指揮官車の後方から16式動輪装甲車、07式自動支援橋、12式地雷原処理車、11式戦車橋です。第2通信大隊です。指揮官は大隊長佐々木拓郎二等陸佐です。通信課部隊は機関の運用に必要な重機および初心業務を任務としております。車両は野外通信システム装置、 SHS 対空襲装置、衛星との通信を中継する車両です。続いて更新してまいりましたのは、旭川市に駐屯する第2特殊武器防護隊です。指揮官は隊長池地洋平二等陸佐です。化学科部隊は有毒ガス、生物細菌兵器に汚染された地域の除染を任務としております。ただいま更新しておりますのは、化学防護車、生物警察車、除染車です。続いて更新してまいりましたのは、視力が旭川市、一部が名寄市、遠軽町、留萌市および上富良野町に駐屯する第2後方支援連隊です。指揮官は札幌市出身、連隊長菊池浩二伊藤陸佐です。後方支援連隊は師団の兵站支援を任務としております。ただいま更新しておりますのは、第1整備大隊です。指揮官は大隊長伊藤勤二等陸佐です。車両は装備品の整備、回収などに使用する修理車および重レッカーです。
整備大隊です。指揮官は函館市出身、大隊長永田真也2等陸佐です。車両は修理車および90式検査回収車です。その後方は補給隊です。指揮官は札幌市出身、隊長藤本義政2等陸佐です。車両は各種補給活動に使用する燃料タンク車、水タンク車、浄水車および冷凍冷蔵車です。その後方は飛行隊です。指揮官は隊長谷山大輝2等陸佐です。車両は弾薬、戦車などに依存使用する特大型トラックおよび特大型セミトレーラーです。最後尾は衛生隊です。機関は旭川市出身、隊長長野幸男担当陸佐です。車両は衛生救護活動に使用する救急車および野外駆除システムです。続いて更新してまいりましたのは、記録が旭川市、第2大隊が名寄市に駐屯する第2特化連隊です。指揮官は連隊長川口茂一等陸佐です。野戦突破部隊は普段の火力の統制重心にわたる火力戦闘により敵の撃破減災を任務としております。車両は火力戦闘式統制システム T16 大砲レーダーです。第1大隊です。指揮官は大隊長松下健也2等陸佐です。ただいま更新していますのは救急式2層 155mm 榴弾砲です。最大射距離は上富良野町から現在地まで届きます。榴弾砲の後方は弾薬を運搬する弾薬榴弾車です。陸上
中をご覧ください。こうして参りましたのは第二飛行隊です。指揮官は隊長伊藤義明伊藤陸佐です。交代は航空機を持って輸送、偵察、射撃の観察、機雷の散布などを行い、